人らが座れ。鬼となり影となり徳川の使い番たる五の旗印掲げるところに服部党あり清康公の恩義に応え暗中飛躍の影奉仕かくいう我は大事を助ける草の者伊賀忍将服部半蔵正成源氏車を身に背負い旗印には無の一字我が策は数多の武士を奮い立たせ我が剣は羽柴の軍を追い詰めた幼き頃より家康公に仕え知勇兼備の将と謳われし我が名は榊原康政いざ押して参るグレート家康公青い武将隊you
のも何にも言っとらんが、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。我がグレート家康公青い武将隊と申します。この岡崎を盛り上げるべく400年前の戦国時代より平成によみがえってまいりました。本日は、我々ね、本来のは土曜日曜祝日には、この岡崎公園の中の家康館という建物の前で、演舞を行っておるわけでございますけれども、11時と14時1日2回演舞を行っておりまして、本日は、この岡崎ストーンフェア、開催されるということなので2時の演舞をこちらでやらせていただくことになりました。我々本来なら8名でね、活動しておるんですけれども、残りの、別の武将はねまた別の戦に出陣しておりますので、本日は3名での演舞をご覧いただきました。我々は土曜日曜祝日の演舞以外にも、平日にも岡崎公園内でおもてなしをいたしておりますので、そちらの方にもぜひ足をお運びくださいませ。本日は岡崎ストーンフェアということで、全国各地から、石工さんというのかな、石を削って加工して商品にするというなんとも素晴らしい職業の、ね、方々がたくさん集まって、はい、こちらから見える範囲にもたくさんの、石の製品、石の作品がね、展示されておるわけでございますけれども、墓石から、灯籠やいろんなものがございます。岡崎にもね、御影石という素晴らしい石がございます。御影石、御影石という、石を細工して、庭の灯籠やを墓石を作ったりする、素晴らしい職人さんがいらっしゃいます。今日はね、そんな方々が全国各地から見えとるので、ぜひね、後ろにももちろんこの大、このメイン会場の他にも音川河川敷には第二会場がございます。そちらの方にもね、ぜひ足を運んでいただいて、いろんな、石の作品を、ご覧いただきたいなと思いますので、こちらのイベントが本日、18日と、明日19日土曜日曜と、今日明日ということですね。はい、今日明日朝の9時から、夕方の5時まで、開催されておりまして、こちら入場無料となっております。ぜひね、本日見えとる方も明日もぜひ来ていただいて、いろんな、全ての作品をぜひご覧いただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、こちらからは、本日非常に素晴らしいいいお天気でございます。はい、なのでね、我々のちょっとかっこいい曲をぜひご覧いただこうかなと思います。それでは早速参りましょう。青空いざ出陣。
のよう流れたもう国境乗り越え我もよう歩み続け諦めず未来が来ます。さあこれより皆で合戦じゃ合戦じゃ岡崎城から天下掴む三河武士そうじゃな戦場結束我らと空母は管理家康家康こそにイエーイ踊っているのを見ているだけではつまらない。ぜひ皆様も一緒に歌って踊っていただくこのコーナー参りましょう。堪忍踊りのコーナー拍手ありがとうございます。さてこの堪忍踊りと申しますのは徳川家康公のお言葉でございます。我慢辛抱堪忍をテーマとした盆踊りのような簡単な踊りとなっております。ぜひね武将を見ながら見よう見まねで結構です。手だけでも結構でございます。ぜひ一緒に踊りましょう。皆の後ろの皆のものね、ぜひぜひ前へおいで、前へほらおいでんて、ほらおいで、よろしいかな。ではね、堪忍踊りぜひ知っとって一緒に踊りたいよという方は前に出てきていただいて構いません。おいで。なんとですね、今日は味噌娘のあららら中からお二方参加をしてくれますので、ありがとうございます。ぜひぜひ拍手をお願いいたします。それでは皆さん、我々と一緒にぜひ踊りましょう、はい、早速参りましょう。堪忍踊りスタート。まずは手拍子。ならぬ堪忍する堪忍、はい、よいしょ。ならぬ堪忍、まずは平泳ぎでございます。1, 2, 3, 4, 5! 堪忍、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 堪忍
ました。ありがとうさんじゃありがとうございます。皆さんで楽しく踊れたところでここで勝ちどきで締めたいと思います。さあみんな集まって AAO の3回右手を掲げてどうぞ皆さん一緒にね AAO ご唱和くださりませ。それでは、この岡崎ストーンフェアの成功と、皆様のご健康とご多幸を祈願いたしまして、こちらよりは皆の者勝ちどきじゃそれえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございました。ありがとうございました。パッと見間違えますけどね、こっちに来る。わし死んどるだけでも今日2回ぐらいね女の子かと思ったっていうところで言われたんでしょうか。はい、ということで本日も我々の演舞以上とさせていただきます。誠にありがとうございました。